招集する。アリスガワジュリ、はい。カオルミト、はい。キメミアアーシュ、はい。そして西洋寺教一、はい。卵の殻を破らねば、ひな鳥は生まれずに死んでゆく。我らがヒナだ、卵は世界だ。世界の殻を破らねば、我らは生まれず死んでゆく。世界の殻を破壊せよ、世界を革命バラの刻印により選ばれしは
これは僕だ。サイオジ、近頃お前のバラの花嫁に関する接し方には少々問題がある。へえ、そうなのかい。確かに花嫁は今鉄塔の勝者であるお前のものだ。だがそれは節度なく好き放題していいってことじゃない。花嫁の乱暴はよせ。余計なお世話だ。我々生徒会の存在は世界の果ての意志だ。このことを知れば世界の果ても決して快く思うまい。花嫁は現在僕とラブラブの状態である。他人の君たちにとやかく言われたくないね。すぐにも次の決闘があることを忘れるな。誰が挑んでくるか楽しみにしてるさ。バラの刻印により選ばれし我ら、世界の果ての手紙に従い集う我ら、与えられたデュエリスト決闘に勝ち手に入れるのだ。バラの花嫁、世界を革命するために、世界今日の放課後、僕と決闘だ。へえ、君は次の挑戦者だったのか。するのかしないのか。分かった。放課後、学園の裏の決闘広場の森で会おう。初めてだったのか。なんだあれは。あんなの森の外から見えなかったぞ。蜃気楼の一種だ。まあ
手品みたいなもんだと思えばいいさ。蜃気楼。生徒会以外にも君のようにバラの刻印を受け取った者がいたとはな。バラの刻印？これのことさ。その指は。安心、用意しろ。さあ私とエンゲージして参りましょう。天空の幻の城、世界を革命する力は私と共にいる人のもの。姫美よ、なぜ君がここに。花嫁は当然立ち会うのさ、決まりだからね。花嫁。この香り。大丈夫だ、一人ぼっちなんかじゃない。僕は力を上げたから、強く気高く生きてゆける。悲しみに耐える小さな人よ、大丈夫だ、安心して。強く気高く、強く気高く。同じだ、あの人のバラの香りと胸のバラを散らされた方が負けですから。頑張ってくださいね。何する。ふざけんな、ウシ。お前はバラの花嫁、つまり僕だけの花だ。なのに他のやつに頑張るとはどういう意味だ。すみません、サイヨン様。バカ、こんなにされてなぜやつに従う。今私はサイヨン寺様に全て委ね、毎日を過ごしています。それはバラの刻印の切り、バラの花嫁の運命です。そういうことだ。なんだよそれ、恋人じゃなかったのか。さあ始めようぜ。よくわからないけど、とにかく奴に勝てばいいんだな。気高き城のバラよ、私に眠るディオスの力よ、主に応えて今こそ示せ。世界を革命する力を。なんだ、また手品か。行くぞ。なかなかやるじゃないか、女の子にしては。か弱いお姫様を助ける王子様のつもりか。だが、まさかその手品だけ本物なのか。驚いたな、何の仕掛けもないただの次第でこのディオスの剣に挑んでくるとはね。ディオスの剣。このディオスの剣も知らないのか、デュエリストのくせに。ディオスとかデュエリストとか全然わかんないよ。僕はただ友達と若者のために。サイヨン寺様、この人本当に何も知らないみたい。サイ、所有物のくせに黙ってろ。女の子、所有物は何だ。胸のバラを散らせた方が負けだろ。まだ勝負はついていない。お望みならば一月で胸のバラを血に染めてあげようか。命を懸けて僕に向かってくる勇気がもし君にあるんならね。お姫様を救う白馬の王子様。ずらー君がその気高い思い、誰も失わなければ僕たちは再び出会いの時を迎えるだろう。僕が巡りバラの花が7回
いたら君を紹介しよう二人だけの世界の果てに王子様になりたい王子様でいてね守られるお姫様より王子様僕にとって何より大事なものを探すために王子様でいてね強く気高い王子でいたい王子様でいてね強く気高い王子でいたい王子様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 でいたい男でも女でも強さと気高さを失わない人間を王子様という戦サイオン人何だーバカめそんな僕が負けたアーシーごきげんようサイオン人先輩私はバラの花よ今日から私はあなたの花です何かが僕を包み込む何かが僕を動かすバラの香りが
バラの香りが。嫌いでしょ。でも避けることができない。嫌だけどまた戦うんだろうな、きっと。そんな気がする。いいんですか、それで。僕は逃げたりしない。いつの日か全てわかる時が来るまで。君を守りたい。いつまでもその微笑み曇らない。守りたい。
上ウテナ、お前に決闘申し込む。気高き白のバラよ、私に眠るディオスの力よ、主に応えて今こそ締めて、世界を革命する力を。行くぞ天井ウテナ、受けて立つ、勝つのは私だ。お前はトーガの前から消えろ。勝ちだ。生徒会長、あれがディオスの力、初めて見た。驚いたせいだ。あんなものが急に降りてきたから。それで隙を見せたのはお前の落ち度だ。でも見苦しいぞジュリー、悔しかったらもう一度天井ウテナに決闘を申し込むんだな。ジュリーさん、アリスガー先輩、ジュリーさんはあなたのことだ。何もあんなに言わなくても。何ですって、お兄様のことを。何ですって。二人とも席を外してくれないか。安心も頼む。天井ウテナと二人きりになりたい。はい、失礼します。お兄様、それどういうこと。ナナミ、こんな体のお兄様を残して下手にされないわ。ナナミ、ナナミ悲しい。言うことが聞けないのか。お兄様の意地悪。やれやれ。かわいい妹さんだね。まあな。大丈夫か。ああ。僕をかばったせいで怪我させたことをお詫びする。すまなかった。どういたしまして。お姫様を守るためならナイトは命だって投げ出す覚悟ですから。あんたのそういうとこ信用してないんだ、悪いけど。それに僕はお姫様より王子様の方になりたいんだ、悪いけど。どうして。笑うよ、僕に全然似合わない話だもん。どういう似合わない話。うん、ねえ教えてよ。あのね、僕が6つの時、パパとママが亡くなったんだ。僕はショックで訳が分かんなくなって、街をさまよった挙句、橋から落ちそうになって。その時、王子様が僕を助けてくれた。そして、こう言ったんだ。安心して、孤独は君に似合わない。僕がいつもそばにいるよ、強く気高く生きてほしい。悲しみに耐える小さな人よ。その時彼は指輪をくれて、僕に君がその気高い思い、いつまでも失わなければ、僕たちは再び出会いの時を迎える。
めぐりバラの花が七回咲いたら君を招待しよう僕と王子様しか知らない言葉なのに強さと気高さを失わない者だけがあの上空の城にたどり着くことができるあの城に全てがある全ての謎の答えディオスの力それを手に入れた時君は望み通り王子様になるまさかまさかこの人じゃないよね僕の王子様君の王子様は俺だよ。何人も語ることなし、何事も語ることなし。ただ昨日と。言う閉ざされた暗闇にただ今というほんの瞬間のきらめきただ明日という光が暗闇に消えるように何人にもなることあり何事にもなることありただ記憶と言う閉ざされた暗闇にただ想像するほんの瞬間のきらめきにただ明日という
ウテナ様、戦ってください。アンシー、バラの刻印の掟には誰も逆らいません。私なら大丈夫です。ウテナ様が勝つと私は信じています。わかった。気高き白のバラよ、私に眠るディオスの力よ、主に応えて今こそ示せ。世界を革命する力を。決闘は行われなければならない。戦う以上勝たなければならない。キリを問う。全ての問題が決闘の果てにあるというのは、僕が勝たなくちゃならない。どうしてこんな決闘をしなくちゃならないのかを知るために、アンシーを守るために、勝たなくちゃ。君がたとえ僕の憧れの王子様でも。アンシー、トーガ様。アンシー、王子様を待つ自分の心に負けたね、天井ウテナ。それが君の弱点だった。俺はその弱点を利用することで君に勝てると思った。利用したんだよ、君の心を。俺は君の王子様じゃない。ごきげんよう、天井さん。僕の夢、逃げてゆく僕の人、消えてゆく僕の時、花のないバラは愛されない。思っても届かない、誓っても守れない、祈っても叶わない、花のないバラに明日は来ない。流れてる死の涙、込み上げる血の怒り、駆け巡る血の残影、花のないバラは枯れる定め。
ンティック綺麗と言われたい可愛いと言われたいから見てればベタベタと私の奥のに触んないで。どう、俺とのデート OK する？うてな、どうしてされるがままなの？いいだろう。やめて。オケは大体あんたがいけないのよ。いつもぼーっと突っ立ってるから。ごめんなさいだろ。姫宮、行くぞ。ごめんなさいだよ、ウテナ様。熱くなるわ初めて。凍りついてた何かが溶けてゆく。まぶたの奥忘れてた涙。あの人の言葉に瞳が揺れてる。守ってほしい。もう一度抱きしめて。優しさが欲しい。その方にもたれさせて。君には似合わない。明夫さん、僕どうしたらいいんでしょう。
君がしなくてはならないことは決まってるじゃないですか。自分を見失っちゃいけない、自分を見捨ててはいけない、自分を見くびっちゃいけない。取り戻すのだ、もう一度自分になれ、思い出してみろ、君がこの世にいる理由、誰かを永遠に愛し抜く強さ、見つけた幸せ、守る気高さ、そう、それが世界を変える。孤独と別れ、二人手に手を取るんだ、潤みなぎる力、優しさをもたらすのさ。大丈夫だ、安心して、強く気高く、大丈夫だ、安心して、強く気高く。キリュウ島が君に決闘を申し込む。君はこの力にかないはしない。手の力を緩めて、胸のバラを俺に。嫌だ、僕は絶対最後まで諦めない。手加減はしないぞ、たとえ君でも。天井、俺に君を傷つけさせるな。僕は傷つくことより僕の誇りとアーシーを守ることの方が大事なんだ。その方がずっと。ウテナ様、いやそんな、まさか
そんなピオスの力もなしに。勝った、僕が勝った。アッシー、ウテナ様。これからだ。ええ。